ウォルター・フィッチによるカーティス・ボタニカル・マガジンのズハンオンシジウムケーロフォルモンシジウムケロファーム RCHBF は卵化植物の一種。花に香りが強く小型の溶蘭として栽培される。常緑性の多年草で着生植物。ニセリン系は高卵系でやや扁平、長さ2.5センチメートルほど。基部の筒には包容があり。 ニセリン系の先端にも葉が一枚つく。葉は、頭皮心型で、長さ10から15センチメートル、やや薄手の角質。花期は、冬で、花形は、ニセリン茎基部、包葉の内側から伸びてし、弓なりに伸びて、長さ15から25センチメートルになる。花形は枝分かれして、多数の花をつける。花は黄色で、径が約1.5センチメートルで、香りがある。 下皮片は内向きに抱える。角片と側下辺は円形で長さ0.6センチメートル。新弁は側列辺と中列辺の三つに分かれるが、それらはほぼ同大。側列辺の基部は反り返り、その先端はやや内向き。中列辺も内向き。つまり、新弁の中央だけが前に突き出したような形になる。カルスは多肉質で角状をしており、やや白い。 随中の翼部は釜状に発達する。コロンビア、パナマ。ヨーランとして栽培される。本属では小型種であり、ミニオンシジウムとして重宝される。また三カ種の一つとされる。また、栽培も容易で、毎年のように開花させられる。ただし、夏の暑さにはやや弱いところがあり、木陰など涼しいところに置いた方が良いとのこと。香りが良くて強い。 本種そのものも、原種としてでもあるが、後輩親としても用いられる。特に、同じく小型で香りの良い恩種として知られる、オルニソリンクムの血を引くトゥインクルは、香りの乱として、非常に広く普及している。以下、種としてドバシ P247 から248、唐沢監修 P410、ガーデンライフ編 P、P212 岡田 P123 オーバー P113、 ありがとうございます。